イオントップバリューで買える痩せる調味料のトップ3をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、痩せるために必要な調味料の具体的な選び方、そして使い方が分かることで、あなたは健康的に痩せることができるんですよ。ランキング形式でお伝えしていきますね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。痩せる調味料のポイントはもうズバリ無添加であることなんですね。その理由は、添加物がたっぷり入った調味料を使ってしまうと、いくらあなたが食事制限をこう頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、長期的に痩せることができないからなんです。例えばこちらです。化学調味料です。これは原材料の中に調味料かっこアミノ酸などと書いてあるものが実は化学調味料なんですね。また人工甘味料です。これも糖質ゼロとかノンシュガーとか、こういったものが人工甘味料です。こういったものが入っているとあなたの腸内環境が乱れてしまう。結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がですね、増えることができない。またそもそも健康を害してしまうものですから、もうとにかく健康的で綺麗に痩せるためには、こういった添加物が無添加のものを選ぶ必要があるんですよ。なのでポイントは無添加であることなんです。ということで、今まで使っていた調味料を私がこれからお伝えする調味料に置き換えるだけで、健康的に綺麗に痩せることができるんです。早速ランキング形式トップ3、第3位からお伝えしていきます。第3位はこちらです。イオントップバリューの特製丸大豆醤油になります。こちらは良質な丸大豆をですね、仕込んでじっくり熟成した醤油になります。旨味濃く風味が豊かですということで、酸化を防ぐ二重構造ボトルになっているのもおすすめなんですね。やはり酸化したものを食べてしまってはダイエットに向きませんので、こういったボトル入りのお醤油をおすすめしたいと思います。で、原材料なんですけれども、とってもシンプルなんですよ。大豆、小麦、食塩、そしてアルコールのみで、こういった添加物はもう一切入っていないということになるんですね。で、内容量はこちら 200ml のボトルを私今回選んでおりますが、お値段なんですけれども、今回このお醤油はですね、158円でした。もちろんね、大きさによってお値段変わってきますけれども、まあ、手頃なサイズとしてはこちらを今回選んでおります。こういったお醤油はもうベストですよね。もう本当にお醤油も、もうとにかく調味料が入っていたりですとか、カラメル色素とかね、色素がまあ含まれていたりとか、まあ、香料が入っていたりですね、もういろんなものが添加されている、お砂糖もそうです。そういったのがもう完全無添加のお醤油に置き換えてくださいね。というわけで、今回はイオントップバリューで選んだお醤油はこちらになります。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。イオントップバリューの手軽に使えるティーパックタイプ、天然のだしパックカツオ味になります。こちらは国産のですね、カツオとサバ、イワシ、昆布の天然だしパックになっています。で、こちらは、1袋あたりがですね、 9g の ×16 袋入っていて、また嬉しいのが無漂白ペーパーを使ってくださっているので、体にいいペーパーを使ってくださっているんですね。で、エネルギーはだしの液 100ml あたり、もうエネルギーたったの 1kg、 もうないに等しいということで、タンパク質が 0.2g、 脂質なんかもう 0g になるんですよね。糖質ももう 0.1g もほぼほぼ入っていないというものになります。で、原材料ですけれども、もう全て国産で、かつお節、サバ節、イワシの煮干しと昆布のみでできています。で、こちらお値段なんですけれども、16袋入ってですね、180円です。お得ですよね。180円だったんですよね。こちら16袋も入ってですね、1袋あたりが10円ちょっとでしたよね。おすすめになります。さあ、ではどんどん参りましょう。第1位はこちらです。イオントップバリューのグリーンアイのブランドになります。オーガニックの無添加の米麹味噌になります。こちらは有機栽培の大豆と米を使ってくださっていて、天日塩をですね加えて熟成させました。 100g あたりの食塩相当量は 8.5g ですということで、こちら比較対象が入ってまして、
こちらがですね、日本食品標準成分表の2015年度版の赤色の辛味噌と比較した場合は 25% も減塩ということで、塩分が控えめになります。でしかも有機 JAS マーク JAS マークもしっかりと入っていますから、もう安心安全のお味噌になります。そして嬉しいのがですね、原材料は有機大豆と有機米と食塩のみ、この3つだけでできているお味噌になるんですね。でこちら料金の方がお値段が、こちらが1パックあたり何グラムでしょうか、750g 入っていて368円なりでしたね。でこちらお味噌に関して言うと、私ですね、もっとあなたに詳しく痩せるためのポイント選び方をお伝えしたいと思うんですけれども、今お伝えしたお味噌はもうクリアしてるんですが、例えばその全く同じものではなくてもお味噌を選ぶポイントがあるんですよ。ここ絶対に押さえていただきたいポイントになるんですけれども、具体的にじゃあ痩せるお味噌ってどんなものなんですか、どういうところを見ればこれは痩せる味噌だって分かるんですかっていうことなんですけれど もうとにかくこのお味噌もそうですが、ここに緑の文字で無添加って書いてあるんですよね。この無添加とまず書いてあるものを選べばもうほぼほぼ OK なんです。でプラスさらに生とかですね、生詰めと書いてあるとさらにいいお味噌になります。そして天然醸造とか長期熟成とか書いてあるお味噌も丸。そして有機ですね、こういったジャスマーク JAS マークジャスマーク有機栽培ですよっていうのが書いてある、こういったポイントを押さえていただいて、そういったのがもうこれが全部書いてあるお味噌がもう一番いいんですよね。もうとにかくこのチェック項目をクリアしたお味噌をあなたのお近くで選んでいただくというのがポイントになってきますから、ぜひご参考にされてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。この動画のポイントは無添加であることでしたね。決して化学調味料や人工甘味料などが添加されていない良いものを選んで、あなたのダイエットにどんどんお役立てていただきたいなと思ってご紹介いたしました。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことでもう心も体も明るく元気いっぱいという方を世の中にもどんどん私増やしていきたいと思っております。そのために動画を毎日配信しております。決して聞き逃していただきたくありませんので、ぜひこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。 LINE にご登録いただきますと、私から毎日この動画レターが届きますから、ぜひ登録してみてくださいね。またこの動画役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。